はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、定期建物賃貸借について解説いたします。定期借家契約の話です。で、まず定期建物賃貸借、定期借家契約ってどんな契約かというと、更新がない契約なんですね。普通建物賃貸借っていうのは更新があるんですよ。で、一方で定期建物賃貸借は更新がないというところが特徴なので、まずここは頭に入れておきましょう。で、どうしたら定期建物賃貸借契約になるのか、これはここに書いてある1から4の要件全て満たした場合に初めて定期建物賃貸借となる話です。で、まず一つ一つ見ていきます。まず一つ目、要件ですね。存続期間を必ず定めてください。これが一つ目の要件です。この存続期間には制限ありませんので、例えば1ヶ月っていう短い期間でもいいですし、また5年とか長い期間でも大丈夫です。で、2つ目、更新がない旨を定めてください。これ当然ですよね。そもそも定期建物賃貸借っていうのは更新がない建物賃貸借契約の話だから、更新がない旨をきちんと定めてください。で、3つ目、書面で契約をしてください。これは通常の書面でもいいですし、公正証書でもいいです。で、4つ目、契約前に契約書とは別の書面で更新がない旨を説明しなければなりません。これ契約書の中に入れてはダメなんですよ。契約書とは別の書面にして、更新がないですよ、この期間が満了したらそれで契約終了になりますよ、ということを説明しなければなりません。この4つ重要なポイントなので頭に入れておきましょう。で、個別指導ではちょっと注意すべき部分があるので、その旨も一緒に解説しております。今回は無料の動画なので、ちょっとそこまでは解説しないんですけども、個別指導でお伝えをしているその注意点ですね、重要な部分なんで、わからない方は自分自身で調べて頭に入れていただければと思います。で、続いて、賃借人からの中途解約。存続期間は定めたはいいけれども、中途解約ができる場合があるんですね。この中途解約のルールは、賃借人からの中途解約のルールであって、賃貸人からの中途解約のルールではありませんので、まず注意をしておきましょう。あくまでも賃借人からは中途解約ができますよ。じゃあ、賃借人から中途解約できる要件って何なのかというと、この2つです。1つ目、床面積が200平米未満の居住用建物であること。この定期建物賃貸借契約の目的物、建物ですね。建物の床面積が200平米未満で、かつ居住用の建物じゃないとダメだよっていう話です。例えば店舗とかだったらダメですよ。また300平米とか200平米以上だったらダメですよっていう話ですね。で、二つ目の要件が、転勤だったり療養だったり親族の介護などやむを得ない事由があって、この建物に住み続けることができない、こういった要件もあるんですね。この2つを満たして初めて賃借人から中途解約をすることができます。で、賃借人からその解約の申し入れをした場合、その解約の申し入れの日から1ヶ月後に定期建物賃貸借契約は終了しますよという話です。で、続いて、賃貸人からの終了通知。賃貸人だから貸主側からの終了通知。これは存続期間が1年以上の場合です。ここですね。存続期間が1年以上の場合、契約が終了する1年前から6ヶ月前までの間に、契約が終了しますよ。更新がないわけだから、契約は終了するわけですよね。期間満了によって。その旨を通知してくださいね、というルールがあるんですね。契約終了の1年前から半年前、6ヶ月前までの間に、賃貸人は賃借人、借主に対して期間満了によって契約が終了する旨の通知をしなければなりません。で、もしこの通知をしなかった場合、その後気づいて通知をしてから6ヶ月後に契約終了となります。例えば存続期間2年と定めていたと仮定します。で、2年経過した時に、あ、通知するの忘れていたと思って賃貸人が通知をしましたといった場合、その通知から半年後に
契約は終了するよという話です。でここについてもその他ですねポイントありますので、これもですね個別指導で解説させていただきます。またその他、ね、重要なポイントあるので、それも個別指導で解説させていただきたいと思います。まあ、個別指導では別途3つですね重要ポイントを解説させていただくんですけども、まあ、無料の読者様はその3つ以外でもここの部分っていうのはもう最低限重要な内容なので、ここは全てですね頭に入れておきましょう。でさらに理解を深めたいっていう方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからぜひご確認いただければと思います。理解ができれば宅建試験1回で合格できます。次の試験で絶対宅建合格しましょう。